はい、というわけで本日はプロテインの次に取りたいサプリメント解説でございます。よいしょ。筋トレダイエットをされている方はタンパク質を補給のためにプロテインパウダーを取っていると思いますが、その次に一体どんなサプリメントを取ればさらに効率よく筋肥大を刺したりダイエットを行えるのかという説明をさせていただきたいと思います。今回はですね、 EAA、 アミノ酸、 BCAA、 グルタミン、クレアチンなどなどについてお話をしていきたいと思います。よりマニアックな詳しい説明の方は筋肉 TV セカンドの方でじっくりしていきたいと思いますので、そちらの方もご覧ください。まずアミノ酸というのは自然界に500種類ほど存在しているそうです。そんなアミノ酸の中から人体に必要なアミノ酸は20種類でございます。アミノ酸がいろいろ結合していってタンパク質というふうになっております。よって食べ物からタンパク質を取ると胃や小腸で分解されてアミノ酸という形になって吸収されて各組織に届きます。もちろん筋肉にもアミノ酸として届けられます。20種類のアミノ酸は大きく2つに分けることができます。必須アミノ酸と非必須アミノ酸でございます。必須アミノ酸というのは体の中では合成できないので必ず食事から摂取しなければいけないアミノ酸、これが9種類、そして残りの11種類はいろんな栄養素から合成したり作り出すことができるので非必須アミノ酸と言われております。 EAA というアミノ酸のサプリメントはエッセンシャルアミノアセダヌヌヌということで必須アミノ酸が含有されたサプリメントになっております。アミノ酸はタンパク質が分解された形と言いましたけれども、サプリメントとしてアミノ酸を取るのとプロテインパウダーを取るのはどう違うかと言いますと、例えて言うならば、会社があったとします。そして会社が利益を上げるのが筋肉を肥大したりというふうな感じで考えてみてください。プロテイン、タンパク質が会社全体の栄養になって運営されているというふうに思ってください。アミノ酸はですね、その中でも各部署、例えば営業部とか人事部とか経理部とか総務部とか、そういった各部署をアミノ酸が構成しているというふうに考えてみてください。もちろんタンパク質ね、プロテインパウダーだけ取っていても全体的にねバランスよく栄養がいって運営は問題なくできるんですけども、より人事部を強化したいとか、より営業部に力を入れたいとか、単体でアミノ酸を取ることによってより強化したい部分にフォーカスができると。アミノ酸っていうのは体のタンパク質の構成要素だけではなく、それぞれ個々に独自の生理作用を行うと言われております。例えば体の中でいろんなホルモンがありますけれども、ホルモンって一言で言うんではなく、インスリンだったら血液中の糖分を体内に取り込むとか、セロトニンだったら精神的に安定させるとか、そういった個々のね仕事を特別に行ってくれるようなサプリメントだと思ってください。よって総合的にね取った時の働きはもちろんあるんですけれども、個々で単体に取ることによってその部署部署、その役割役割でしっかりとさらに働いてくれる作用があると思ってください。特徴としましては、もう消化吸収の状態になっておりますので吸収速度が速いということが言えます。食事をして血液中にアミノ酸として届けられるまでに2時間半とか3時間4時間ぐらいかかります。ホエイプロテインですと90分から2時間ぐらいと言われております。アミノ酸になりますと約15分から20分ぐらいで消化吸収されて血液中に行くと言われております。よってプロテインと分けて取るタイミングとしましては、空腹時素早く筋肉にアミノ酸を届けたい時、そして血液中にアミノ酸の濃度を一気に高めたい時、この2つが考えられます。よって空腹時の朝一番にアミノ酸を取る、さらには一気に血液中にアミノ酸が欲しいっていうのはトレーニングの前中後、このタイミングがアミノ酸を取るおすすめのタイミングでございます。摂取する量なんですけれども、プロテインと比べてじゃあアミノ酸は何グラムぐらい取ればいいのかっていうのがあると思います。参考にしてほしい数字としましては、ホエイプロテイン 20g あたり、ロイシンは 2100mg、 イソロイシンは 1280mg、 バリンは 1120mg となっております。そして全卵1個あたり約タンパク質 6g に相当する量といえば、ロイシンは 498mg、 イソロイシンは 288mg、 バリンは 330mg となっております。これはあくまでも参考にしてほしい数字なんですけれども、さらに BCAA というこの後説明するアミノ酸の量を参考にしてもらえたらと思います。よってざっくりな数字になりますけれども、僕の場合で言うとだいたい1回あたり 7g から 10g ぐらいの EAA を摂取します。取るタイミングで言いますと、朝空腹時にまず一番最初に取る場合と、その日の食事にもよるんですけれども、トレーニング前にあんまりしっかり取れてなかったらトレーニング前、トレーニング前に栄養をしっかり取れていたらトレーニング直後に取ったりいたします。
特にトレーニング中、トレーニング後に関してはですね、血液中にしっかりとアミノ酸の濃度が必要になってきますので、かなり有効なタイミングではないかと思われます。摂取する注意点としましては、一気にアミノ酸を取り入れますと腸内にアミノ酸の濃度が急激に高まりますので、浸透圧の関係から腸からですね、水がいっぱい出てきます。たくさんアミノ酸入ってきたぞということで、お腹が緩くなることがありますので、少しずつから摂取していって、取りすぎには注意いたしましょう。続きましては BCAA についての説明でございます。この BCAA というのは必須アミノ酸のうちの3種類、バリン、ロイシン、イソロイシンという3種類が BCAA となっております。そのままブランチドチェーンアミノアシダンヌヌヌと言いまして、日本語で言うと分岐鎖アミノ酸と言います。 BCAA の特徴としましては、筋肉分解の抑制、筋肉の合成、そして疲労の回復、さらにはエネルギーになるといった、こういった面があります。摂取のタイミングとしましては、空腹時というのはもちろんあるんですけども、一番おすすめなのはトレーニング前、トレーニング中などなどになってまいります。 BCA は3つのアミノ酸ですけれども、それぞれ個々にもいろんな働きを行います。例えばロイシンというアミノ酸は体の中に入りまして、いろんなね、代謝していって変化していくんですけれども、その一部が HMB、 ベータヒドロキシベータメチルラク酸という形になります。 HMB というのはね、皆さんサプリメントでご存知だと思うんですけれども、こちらも筋肉分解の抑制とか、筋肉を合成させるシグナル、合図を出すといったような効果が報告されております。これを取れば筋肉がもりもり増えるっていうような過剰な広告があったと思うんですけども、取ればいいというわけではございません。筋肉合成のシグナルを出すということはありますけれども、これだけを取っても意味はございません。しっかりとその合成のシグナルを出した時に、タンパク質やアミノ酸がしっかり血液中にないと合成されていきません。もちろんトレーニングもしないと筋肉っていうのは成長はしません。そういった過剰な広告によって誤解をされている方も多いと思いますので、飲めばそれだけで筋肉がついたりダイエットするといったような魔法のサプリメントはございません。 BCA の摂取量は、僕はトレーニング前に約 6g ぐらいを取ったりします。トレーニング中に粘り強くあと1回いけたなっていう感覚とかもありますので、個人差はあると思いますが、僕は BCA はかなり効果が出たサプリメントの一つだなというふうに実感があります。続きまして、グルタミンについての説明です。グルタミンというのは、体の中の骨格筋の中の有利アミノ酸の6割を占めるのがこのグルタミンというアミノ酸です。グルタミンは非必須アミノ酸ですけれども、純必須アミノ酸と言われまして、いろんな条件下の下では必須アミノ酸の分類に入ってきます。例えば激しい運動をした後とか、風邪をひいた時とか、大きな手術をした時なんかは体にストレスがかかりますので、そういった条件下の下ではかなり重要な必須アミノ酸になると言われております。その他にも免疫力アップ、筋肉分解の抑制、アルコールの代謝などなどの働きの効果があると報告が出ております。もちろん体内でね、合成することはできるんですけれども、かなりハードにウエイトトレーニングをやられている方は、こういったグルタミンを取ることによって免疫力を下げないとか、疲労回復するとか、そういう効果を望んでいる方はグルタミンがおすすめできると思います。味的にはもう本当無味無臭で、すごい溶けやすいですし、摂取しやすいと思います。僕は減量中にはやはりカロリーが下がってきますし、筋肉分解を防ぎたいのでグルタミンを摂取したりしております。効果がどれぐらいあるかっていうのは、これは非常に難しいことで、わ、グルタミンを取ったからめちゃくちゃ疲れが取れたとか、グルタミンを取ったから全然筋肉分解しなかったとか、著しく効果を感じるというのは、まあ難しい場合もありますが、それも一つの経験ということで、いろいろまあ実験を繰り返しながら体で試しております。さあ最後はクレアチンについて説明していきたいと思います。クレアチンというのは筋肉のエネルギーの源となる物質になっております。体を動かすエネルギーというのは ATP というのがありまして、アデノシン三リン酸といいます。アデニンとリボースという物質にリンが3つくっついた状態、アデノシン三リン酸なんですけれども、この3つのリンから1つリンが離れることによってアデノシン二リン酸になります。このリンが離れる時にエネルギーが出る仕組みになっております。そうやってね、この骨格筋、体が動いているわけなんですけれども、 ATP、 アデノシン三リン酸というのは体にね、たくさん貯蔵することができません。すぐに切れてしまいます。だからどんどんと合成をして、またアデノシン三リン酸を作り出さないといけないんですけれども、運動の種類によって作り出す経路が違います。2秒から8秒以内のようなスプリントトレーニングのような瞬発力が必要とされるような運動はクレアチン回路といいまして、クレアチンが必要になってきます。他には乳酸系とか、持久力系の運動だったら酸素とかなどなどによって、このアデノシン三リン酸が合成されるんですけれども、いわゆる筋トレ、瞬発力を必要とするような運動は ATP
CRK 回路、このクレアチン回路というですね、そういったエネルギー回路が利用されます。ちょっとややこしいですが、いわゆるもうクレアチンというのはエネルギー物質になると思ってください。クレアチンというのは体の中でクレアチンリン酸として蓄えられているんですけども、そのリンがクレアチン二リン酸に結合してクレアチン三リン酸 ATP をまた作っていくということなんですけれども、効果としましては大きく2つあります。一つはエネルギーになる、クレアチンを取ることによってそれがエネルギーとなりますので、より強度なトレーニングを行うことができるからこそ、筋サテライト細胞にもしっかりと刺激がいって、その結果筋肥大するっていうふうに思っております。クレアチンを飲めば筋肉が増えるというのではないので勘違いしないでください。そしてもう一つが、水分を取り込むのでパンプアップしやすくなるということも言えます。クレアチンというのはね、吸収されると同時に水分も一緒に骨格筋に吸収されますので、それだけ水分が入るということはトレーニングをするとパンプアップしやすくなるということがあります。摂取することによってやや体重が増えたりということも考えられます。摂取する注意点としましては、しっかりと水分も一緒に吸収されるので、多めに水分を取りながら摂取することが大切になってきます。そして吸収率を高めるために糖類と一緒に摂ることによってインスリンとともに吸収してくれるということがありますので、水だけで飲むよりはできるだけ炭水化物も一緒に摂ってあげると吸収率が上がるということになっております。クレアチンでローディング期間が必要かという話もありますけれども、これは実験結果によって特に必要ないということになっております。もちろん多めに摂取することによって体内のクレアチンの量が一気に上がりますけれども、上限は必ずありますので、徐々に取っていった場合と最終的には2週間3週間後には体の中のクレアチン貯蔵量は一緒だったという結果がありますので、特に無理をしてクレアチンローディング一気に取る期間を設けなくてもいいと思います。と言いますのも、クレアチンを取ることによってクレアチニンという副産物ができます。普通に摂取する分においては大丈夫なんですけれども、一気に大量に取ることによってそのクレアチニンという物質は腎臓とか心臓にやや負担をかけるということもありますので、お気をつけいただきたいと思います。もちろん食品から取ることも可能でございまして、肉類にはよく含まれているんですけども、特に青魚に多く含まれております。ちなみにニシンだったら1キロあたり 6.5 グラムから10グラムのクレアチンが含まれております。熱に弱いので、クレアチンを意識して食材から取りたい方はできるだけ熱を通さないように調理してみてください。はい、というわけで今回はプロテインの次に取りたいサプリメントについての解説動画でございました。より詳しいマニアックな話は筋肉 TV セカンドの方で行いたいと思いますので、チェックしてみてください。あくまでもサプリメントというのは栄養補助食品でございますので、しっかりとした食事、しっかりとしたトレーニングや休養があって、その上で利用するということを忘れないでください。さあ、それでは最後は一緒に締めましょう。いきますよ、せーの。